横浜農業協同組合は、神奈川県横浜市浅区二股川に本店を置く農業協同組合。横浜市を管轄地域としている。通称 JA 横浜。2003年4月1日、管轄地域の5つの農協が合併して発足。2015年4月1日、棚農業協同組合と合併。横浜市内1円を管轄地域とする。 JA バンクとしての信用事業、JA 共済としての共済事業、メルカートなどの購買事業、販売事業、介護保険事業、営農事業、組織相談事業、資材管理事業、生活指導事業、広報事業を行っている。地域農業振興計画のテーマを、フードでフードと定め、良き農業が良き地域を作るという発想のもと、 地域自給に基づいた農業を創造を目指している。市民と共有する農業、市民と分かち合う農業、市民と共に育てる農業を実践し、JA 管内農地面積の3419ヘクタールは神奈川県内で最大規模であり、そのうち市外化調整区域内農地は2640ヘクタール、市外各域内の農地は779ヘクタールとなっている。 営農経済面では、旧横浜南農業共同組合で実績を挙げた、農産物の一括販売方式など都市型の営農方式事業を管内で普及させているほか、横浜ブランド農産物の生産をはじめ、都市農業振興にも積極的に取り組んでいる。また、女性部、清掃年部等、支店単位での組合員教育活動と、生活文化活動が活発で、2004年度に、 家の光文化賞を受賞した。購買事業では、A コープについては、全農参加の株式会社 A コープ関東が、観光総裁、不動産事業は JA 横浜の子会社である、株式会社 JA 横浜共同サービスが行っている。ガソリンスタンドの JASS 事業と勧誘郵便局事業は行っていない。ありがとうございます。